それでは皆様、おやすみなさいませ。霊媒師でしょうお前は控えろ媒師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。ではガチ君、あなたは霊媒師となりました。媒媒師、師、はい、わかりました。頑張ってください。はい、てますではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。霊媒師、霊媒師、霊媒師って言わんと自分のこと霊媒師にならないんだな。すごいな、ガチ君。それでは続きまして、まを起こしてまいります。 自己暗示かけないと覚えられない。騎士の方ビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除お願いいたします。超 <laughs> R だ。R さん、あなたは騎士の能力を持ちました。そこのそのコミキとモテたい感じ？<laughs> いいと思うよ。<laughs> では頑張ってください。ビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。お前は何なんだ？野田。<laughs> 何目線だお前は。 続きまして、占い師の方を起こしてまいります。さかなさんギリギリせよ、ね、ギリギリセグたね。ギリギリ。ギリギリセグ。うぜえ。ギリギリよグだね。占い師の方は、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。おお、本物になったー。終わっとわかるぞ、これで。流星さん、あなたは占い師の能力を持ちました。これでわかる。お願いたします。はい。人狼ではない方は、はい孫さんです。 わ <laughs> かりましたそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします人狼聖人になりま占て人狼て言になり <laughs> っっうよ続きまして狂 <laughs> 人の方を起こしてまいります狂 <laughs> 人誰で,ですかこれ孫さんだとねちょっと、えー、市民が不利な感じになりますね狂人の方ビデオの開始マイクの開始をお願い,いたします竜生剛一さんあなたは狂人となりましたはいわかりました お頑張ってください。では、ビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。この51かなりうまいですからね。この51の教授は結構面白そうですね。続きまして、人狼の方を起こしてまいります。さあ、人狼。人狼、誰だ人狼の方、ビデオの開始マイクのミュート開始お願いいたします。川野と、検事 <laughs> 終わったんじゃないか、これは。<laughs> 勝てる気晴天。これではどうするよ。?60 秒間の話し合いが可能です。内容は何でも構いません。それでは開始してください。どうぞ。いやちょっと。こうきましたか。<っ>はい。あえて、はい。僕また後から占い師言っていいですかあえて。ああ、いいいい。俺ね、前回、はい、前回、あの、人狼やった時三人目の占い師で出て。 ああ、はい。そうそう、荒らしたから、多分同じムーブやると、こいつ、くせえなって思われる可能性があるんで。確かに、あれケンジさんって前回、霊媒でしたっけこの間、さっきは霊媒。え、お互い、その、あえて連続かぶり食作戦いきます。ああ、いきましょう、いきましょう。一回目で霊媒いきますわ。ケーそうです。じゃあ、俺は遅れて、二人目の占い行きますわ。はい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 。はい、それでいきましょう。はい。死ぬわけが本当。死ぬけすね、俺ら。 いけるかなどうかなでもどうしようかあの、あ、まあいいや、いいや、いや、うん。じゃカバーはとりあえずしないです。もうむしろ。なあ、話しかけはしない。話しかけっていうか、その、こういう投票の時に話しかけは一切なしっていうことで。OK です。了解です。はい、お願いします。お願いします。はい。それでは、頑張ってください。ビデアの停止マイクだ、見えたおこのレベル <laughs> どうなる 3, 2, どうなる人とそれでは能力者の確認<分>終了いたしましたので皆様をお部屋に戻しますでも一応5人出ると最終日まで軍艦んですよ恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました 1>, 1番川野さんから順番にビデオ開始のみを押してお戻りくださいマイクはミュートのままで結構です2番梅原さん3番流星さん4番立川さん 5番、5、1、3、6番、孫さん、7番、ンジさん、8番、ガチ君、9番、R さん。以上、9名生存です。それでは、皆様まずはマイクのミュートを解除してください。マイクのミュート解除を押してください。それでは、 1日目の話は4分間で開始してください、どうぞ。梅原さんどうしたんですか大丈夫です、大丈夫です。人狼と直接関係ないです。大丈夫でかりました。え梅原さん。知恵知恵知恵じゃないです。ああ、びくちゃびくちゃ。ええ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 え

ああ、なるほど。ああ、これかなりなんか、しんぽいっすね。でぽいその言い。それ以外はずるいっすわ。でも確かに。あ、誰でしたかアールさんアールさんですかルナンタロー。ま孫さん孫さんオッケー。白です。白。あ、じゃあ孫さん、白。あ、じゃあ孫さん、白。あ、じゃあ孫さん、白。あ、ちゃんと。ああ、できたー。うーん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 。うん。 さっきとのギャップやばすぎだろ。これメタなんすすけど、前回梅さんと僕組んだ時、結構笑っとったんですよ。これメタです。これメタです。かなりメタ。人読みです。じゃ、な、なんで笑ってるか聞きたいですよね。あ、確かに。あ、いや、マジで全然、あの、うちはネタす。こっちの。あ、うちはネタ。配信してるから。あ、そういうこと。いや、とりあえず、あの、占いが一人出てきて、他出てこないと。 が結構てかじゃあコメント読んでもらうことできますそのそしたらかなりわかるみたいなこの時間コメント見てあそっかそっか今はコメント見れないだろうじゃあすいませんこの流れで言うのあれやけどまた占いっすあのた梅さん占いました占いましたじゃあれ占われましたで白だったんすけどちょっとメタ的に教授あるのかなって思ってます なるほどね人読み的にこのうまいこれはこれえっと俺川野かなり白いなと思ったはいんでんでかっていうとえなんでかっていうと俺今さごめんね意図してないんだけどめちゃくちゃ怪しいじゃんわざわざそいつを「白」って言うってもし人狼もしくは強人だったらやんないと思うんだよね

ありえんのかどっちかつと河野がちょっとやっぱ言い間違えちゃったってところが俺は怪しいなとは思いはねそこはね間違わないと思うんだよ。え、俺と河野が気間違えた人いるんですよ。そのタックはね、すごい間違えた人いたから。いやいや、じゃあ、梅さん、すごいプランだよ。梅さんが怪しまれたから、ちょっとそこにフォローを入れる形で。河野が一応、こんな稚拙河野ってそんなに いやだからサポートしにた梅さんを。ワのが強人とか当あってて。でも、サポートって仮に俺が強人とか人狼だったとして、サポートってやっぱこのゲームあんま強くないじゃないですか。あるとしたらワの強人が一番あるんじゃないこれ一応可能性的にはありそう。そそそっっっかかかワの強人で俺は人狼だと思ったってことそう。 そんなにバカではないと思うけどわ <laughs> かんないけど人狼だと思わなくても <laughs> ああの一番怪しまれてる梅原を使って場を出そうとしたういただでもてあえて梅さん行く必要ありますそれはありそうだな話合いが終了となります <laughs> 皆様マイクのミュートをお願いいたしますマイクのミュートをお願いいたしますいい、ね、5分ぐらいでいいねこれいいねありがとうございますそれでは 本日の投票時間は1、一番河野さんからの質疑応答となります。それでは河野さん、どなたに質問されますか流星さんで。え<っ><の>はい、や<の>らかカマンです。はい、どうぞ。お疲れ。まあ、占いと言われたということらしくて、うん、女性格の流れ知りたいです、正直。<laughs> 魚さんに呼ばれる、孫さんが白ですって言われる。それは誰ですかえ魚さんじゃないの 魚さんに言われたえ、じゃないのえ、違うのいや、あの、デュースいや、サカナさん、いや、あの、答え言うと、魚さんなんですよ。はい。ただ、その、魚さんじゃないのって。いや、でも俺、こんな喋り方じゃん。いや、いや、そういう喋り方は、サカ魚さんじゃないのっていうのは、ちょっと不自然。怪しい。まあ、正直、怪しいです。正直、怪しいです。はい。 まず、あ、えで,でそれで言われて、はい、孫さん白って判定して、はい、でオファレテカードが占い師を名乗り入れてたね。はい、あまあその始まってから話し合いがそうそうそう,そうはい。それでは川野さんどなたに投票されますか。 今流のさんあったな、これ。の軍配あったな、これ。カワの軍配あったな、これ。やべ、こいつ、システムメタ全開クソだな、これ。これは分かったんじゃね立川さんにします。はい。えいや、なんか今の梅さんとあんま喋りたくなかったです。あ、ほんとなんか怖くて。いやいやいや、俺、あの、なんか、いや、えっと、はい。川野のか、流星どっちが。 本当の占い師かって分かんないじゃん分かんかないですねまあ今のなんか揺さぶりでまた流星怪しいなってなっちゃったけど、はいまあ、実際のところ分かんない俺は単純にさかなさんの名前をド忘れしただけだったんかなって思っちゃったけど、ね、あまあその線もあるよねで,で,でいずれにしろ俺はえっとうん占い師関連のところを釣ると多分ゲームがすげえ極端なゲームになるからそうですね 川野を釣るにしろ龍生釣るにしろ俺を釣るにしろ孫を釣るにしろ、うん、ゲームがすげえ極端な流れになっちゃうのから、うんうん、それってなんかば、まあ、味気ないと俺さまあ思ってるからそれ以外の人で釣った方がいいと思うんだけど、うん、だはいだ誰がいいと思う俺でいいですじゃあ俺マジ役職ないんで役職ない時は俺死んでいいなと思ってるいや俺もないんだよねあだからそんな楽しそうなんですかそう <laughs> それでは梅原さんどなたに投票されますか <laughs> えー さあ役職ないって2人言っちゃいました。ガチでガチ君に両目が入ります。霊媒と騎士がどんどん透けてます。スカツなと言ったんですが、先ほど。どんどん透けてます。格ゲーマー人狼です。じゃあ R さんで。This is 格闘ゲーマー人狼。はい、あれです。師匠お疲れ様です。おいお疲れ様です。R さん的に今。 カワノと俺が占い師名乗ってるじゃないですか。ある程度この盤面どんな感じで見てますかてか怪しいなって思う人とかいたりします、うん、えっと、い情報がすごい少ないから単純に印象だけで語るんだったら、カワノの方が俺は流星より怪しいと思ってる。はい、その理由はえっと、はい、出てきた出方と、あと、梅原を指したっていうのが。はい やっぱその <laughs> あそこで梅原を占ったっていうのってすごいそのなんかわか,かりやすいっていうかなんていうかなえっ、ー、と場が荒れやすいだって梅原人狼かな強人かなってみんな思ってる中で俺も梅さんとかのちょっと怪しいなって思ってますね、うん、まあ梅原自体がどうなのかわかんないけど はい、えっと出てきたタイミングと言った言葉だけで言うんだったら、俺は川野の方がちょっと怪しいと思っている。<野>ただ、はい、まあそれでも半分いくかいかないかぐらい。50%ぐらいですかね。お互いはしいみたいな。それでは流星さん、どなたに投票されますか川野で。川野さんに1票目が入ります。じゃあ続きまして、4番、立川さん、どなたに投票されますかじゃあご、ゴーちゃんで。<laughs> はい。えっと、俺、川野が。うん 梅原さんって言ったとき、考えなうん、結構考えながら言ってたんですよ、川野。ほうほうで、考える必要ってないじゃないですか、最初。ないね。ないね。言われたのを言うだけじゃないですか。まあ、覚えてなかったっていうのもあるかもしれんけど、うん、でも、それでも、まあ、いや、ちょっとすぐ出てこなかったっていうのもあるかもしれんけど、さすがに怪しいね。しかも、そこで梅原さんっていうのを、梅原さん、んか何かしらおかしかったから、うん、なんかそこに突っかかれば、うん、あのし、死ん気味 っっててううんんでですすかか白い僕、用語よく分かんないんですけど、なんか市民側っぽく見えるんじゃないかなみたいなふうにちょっと俺は見えたから、うん、っていう話です。で、あ今日はあの梅原さんが俺、ただの市民なんだよねって、うん、笑ってたんで、うん、僕は今日はあはちょっと怪しめの人に1票だけとりあえず入れておきますね。うん、で俺,俺ももんででいいかなり 自由に投票していいと思います。俺。一番初め梅原さんが言った通り、多分占い者そんなつらん方がいいかなと思う絶対そうですね。すうん。<の>だから他の人がいいと思う。うん。それでいきましょう。うん。それでは立川さんどなたに投票されますか。梅原さんでお願いします。じゃ梅原さんに一票目が入ります。白崎ですよ、立川さん。では続きまして五番号一さんどなたに質問されますか。何も考えてませんで、ね、この人たち。じゃあ <laughs> 感覚でやってます。<の> <laughs> 孫さんでお願いいしますはい、お疲れ様です。お疲れすあんまり今回はそこまで喋ってなかった印象があったんですが、一番初め。なかなか喋れない状況でもあったんですがあ。それ言うと、結構意見を言ってる人ってのは、まだその質問タイム以外では俺はないなと思っている。別に俺に限らず。そうですね<だ>ここ。とりあえず怪しい 川野の動向はちょっと怪しいなと思っているのかな。まあそうですよね。怪しまれたから、うん、あの龍星とバトリに行ったように見えた。俺は。はい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 。うん、だからで、うん。まあどうぞどうぞ。まずだからここは違いと釣りつつ次のターンでしっかり見てそうだね。うんあのシーンを見極めて釣っていった方がいいかなと思います、ね。俺も一応そのまあちょっとランダムっぽくなってしまうけど、はい、その川野と龍星以外で釣っていった方がいいなと思いま いるか梅原はちょっとはっきりと市民,市民って言ったから、人能だったらないのかなって思っちゃうかな。うん、そうですね、うん、ちょっと結構白寄りですよね。うん、うん、かなり結構白寄りかなって見てる。はい、それでは、ゴ一さん、はい、どなたに投票されますか、はいはい、とりあえず、ちょっとバラキさせることで、立川でお願いします。立川さんに1票目が入ります。はい、では続きまして、6番、孫さん、どなたに問質問されますかえーっとー、ガチ君で。 はい、勝君、一応もう,そう、まあ、梅原に適当に入れられただけなんだけど、はい、一票集まったってことでこのまま集まってしまうともしかしたら行ってしまうかもしれないから一応行くんだけどもう,、ねはい、うーんとなんか誰が怪しいとかで占い師のどっちが新目に見てるとかそういうのがあればまあもう一番怪しいの俺、梅線はもう梅さんですよね。梅原怪しい。いやもうなんかちょっと共同がおかしいなっていうのとああそれをまずだって川野のやっぱり。 うん、怪ししさはちょっとありましたね、うん、それ以外は正直今のところあんまりわからんので、うん、まあでも梅さんがあの自分でも市民って言い切って票、まあ、をばらかす意味で僕に言ったっていうのもわかるんで、うん、まあ一概にその梅さんがね強靭以上っていう感じには考えれんのんすけどでもここはどういうふうに票で言っていくのかちょっと僕わからんけまこ、うん、さんに聞きたいんですけどいや、まあ、まずはあれじゃない <laughs> 占い師以外じゃない いやいや以外で自分が怪しいと思った人に入れるのがいいと思うよ。わかりました。うん、それでは、孫さん、どなたに投票されますかええー、5一で。5位で、票目が入ります。では、続きまして、7番、ケンジさん、どなたに質問されますかさあ、ジノケンジ。えーっと、<laughs> どうしよう、どうしようかな。 えーっとじゃあ剛一君でいいですか ああすいやあのー、もう、あのー、これ俺もばらけさせる何だったら俺に入れてもいいぐらいの今ばらけさせ方なんだけども、はい、正直ちょっとさっきの回でやらかしてしまってるんで、はい、最後の最後にそうちょっと村を全滅させるリスクを生んでしまったので <laughs> むちゃくちゃ怖くて今上手なんかそのまあ確かに占い師を釣るのは確率的に50%があるからちょっと。 龍星さんが先ちょっと学んで、もしかしたら万が一の嘘ついてる可能性も一応はあるんで、そこはそれもあるから、あんまりここで2分の1にかけるのはちょっと適切じゃないなと思ってて、最終的に僕は野田君に託そうと思うんですけど、最後だよね、野田君がね。そうですねだから、暮らすというところで、勉強する人は1人しかいないんで。 さんかいいですかねそれでね、なんかそんな<お>あれですか<え>はい、思います。それでは、ケンジさん、どなたに投票されますか孫さんで。孫さんに1票目が入ります。では、続きまして、ん8番ガチ君、どなたに質問されますかん <laughs> ガチ君、これ例で出た方がいいですよ。みんな1票ですよ。ひた <laughs> ちがでいいですか 市民って自分で言っとったっけ <laughs> 一応話しかけるんだけど、これってやっぱ、ほんまに占い師からつらうほうがいい、えっと俺は多分その占い師がいなくなった時点で、強人ってかなりプラスの仕事してると思っちゃうんで、うん、どっちらかというと、2人とも残してあの、次の占い結果も聞けたほうがいいと思ってます、この場合なら。おおな,るなるほど、なるほど。で、それよりも、ただの平民ですってもう名乗ったのが、俺と梅さんだけなんで。うん で役職持ってる棋士とか霊媒とかがここで釣られちゃうぐらいなら、うん、もう俺が梅原さんの択でいいと思ってますで川野が梅さんを占って白って言っちゃってるんで、うん、多分一番もうどうでもいいのは俺かなって思っちゃいますよねこの盤面、うん、はいはいはい、はい、さあ果たして921条それが正解なんでしょうかえしああでもそ,そっちの賢いのンその白をなくしていくっていうのが賢いんか今はあの、はい、<白>別にその 黒い人釣れるんだったらそれがも,もちろんいいんですけどわからないんったらってことかそうそうそう、役職ある人取ってった方がいいんじゃないですかねそれが一番 <laughs> いいのかなと思ってますから。投票されますかじゃとりあえずケンジさんでお願いします。ケンジさんに一票目が入ります。<laughs> えー、自分では決めたくない自分では決めたくないどなたに質問されますかお <laughs>、まあ、おさんでお願いします。 はい、こんえっと今常が、えー、ケンちゃんに投票したことで、うん、俺が俺に投票できないから俺が警察なんを握らされてしまったんだ,そう,だ、ね、そうなんですよそうんですよ俺それも一つあ,のあれだと思ってて常に俺に入れてくれるかなと思ったんだけど平たくするならそうなのに、うん おいあえて誰かを殺す選択肢を取ったのかと思って選択させたマジか選択させた<ー>と思っちゃってさすがにこれは俺はミーで入れたくて、うん、で今んところ一番その丸いのは、うん、俺誰かなんて分かんないしこの流れで占いを取る気もないんだけど、うん、立川が、えーともうあのー、市民をやるのがっていうのは確かに丸いかなと思うんだけどどうも、うん、あー っとねそこは難しいかなと思うな、どうなんだろう、自分市民なんでって言ってる人をあえて殺すっていうこと、ね、ただその最終的に選択の余地がなくなったときに殺すのはありだと思うけど、うんうん、役職持ちよりはっていうのそれでは R さん、どなたに投票されますか、ね、だからガチ君は白くなりますね、確かに。それはあります。でも人狼がでもやってそうじゃないですか、あ,あ間違えたつって言ってたんで。 立川でお願いしますあなるほど立川さんに2票目が入ります投票の結果本日処刑されるのは立川さんです,で,で,すでは立川さん遺言をお願いいたしますえっと占い師2人が誰占ったか今日誰占ったかっていうのをまずしっかり明日まで覚えておいてほしいのとで明日占い結果をまずしっかり聞いてもらってその占い結果であの霊媒師とかがまた出てくると思うんで、えっと、そこから 考察してもららえたたありがたいです皆さんでしっかりで多分この状態で怪しい人とかって今んところあんまいないと思うんですけど投票だけで言ったらケンジさんがムーブ的に怪しくなっちゃったんでとりあえずケンジさんにその辺のこと気づいてたか気づいてないかだけは聞いた方がいいかなと思います。はいいい以上でですすね <laughs> それでは、立川さんはマイクのミュート、ビデオの停止を押してください。さあただ、もう一つですね、これでリーチですということなんですが、今日僕、市民りまっ,ちっそれでは皆様、ビデオの停止をお願いいたします。ビデオの停止をお願いいたします。市民を行った場合、次、市民が殺されて、なおかつ、強、え、靭、ー、人狼3人チームです。3人いて、次、今、7人になりますので、次、ミスると終わりになります。次、市民が落ちてしまうと終わりです。 グッジョブされてもそれでは皆様を部屋に戻してまいります、ランダム、ランダムパワープレイという、RPP と言われるものもできてしまうので、これからは企業をつけただ、えっ、ー、と、強人が誰か分かっていませんので、人道がですね、そこが問題です。強靭は多分おそらくですけど、出てくると思います。あのそれでは、ーーで能力者の方を起こしてまいります。多分レーバルー出てくると思いまで、そこで多分、ケンジさんが出るとか言ってたんで。 どう,なんでしょうか <laughs>。占い師の方はマイクのミュート解除ビデオの開始お願いいたしますめちゃくちゃ有利なんですけど出なくていいんですけどそれでは流星さん本日あ、ま、なたの正体を確認なさいますかえー、じゃ川野では川野さんの正体をお伝えいたします川野さんの正体は人狼です それではビデオの開始マイクのミュートお願いいたします,喜んでます。人外確定してるんんでですすけど喜んでます続きまして <laughs> 霊媒師の方を起こしてまいります。人外確定してるんんでですすけどね喜んでます、はい、さあ占いが霊媒師の方はビデオの開始いい、ね、マイクのミュート解除をお願いいたします。<れ>ではガチ君、本日処刑された立川さんの正体をお伝えいたします。はい、立川さんの正体は 人狼ではありませんでしたはい分かりましたそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますさあ何か分かったって言ってましたね続きまして棋、うん、士の方を起こしてまいります棋士の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします流星だからら信じられるあそれでは R さん、はい、本日どなたをごえなさいますか 難しいっすね。人狼ゲームね。梅原さんで。それでは本日、梅原さんをご用意いたします。なるほど。では、ビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。まあまあ、笑ってますなんか面白いとかありました,したいや、笑ってないです。大丈夫です,ですかですよ、ね。はい。頑張ってください。<laughs> やっぱね、りゅうちゃんいいですね。りゅうちゃんいいですね。やっぱりいいですね。 では続きまして、人狼の方を起こしてまいります。番組ってなると、やっぱ、りゅうちゃん、やっぱ、ひいててますね、やっぱね。いいですね <laughs>。絶対なんかしますね。えー、それでは、人狼の方、ビデオの開始、マイクの見分け解除をお願いいたします。いら, <laughs> いらんことしますね。それでは、本日は30秒間の話し合いが可能です。ですえ30秒経過した後に襲撃先を決めていただいて構いません。<laughs> それでは、どうぞ。え、どっち俺、ゴイチくんか、アるルか、どっちかって思ったんだけど。 R さん、ん俺、占ったことにしていいですかああ、そうするで、な、ゴイチさんがちょっと鋭すぎて怖くて、うんうん。そうだよね。そうっすよね。ゴイチさんでいいっすか、うん、そう、ちょっとなんか今の情報量少ないところだと、騎士に守られる可能性高いかもしれないけど、ああ、確かに。ちょっとゴイチ君かなって思ったんだよね。ねそうっすよね。じゃあ、ゴイチさんにしますか。うん、はい。 それでは本日どなたを襲撃なさいますか語彙を噛むっていう考えネームかそれではビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。<laughs> さあ、新占い師は太鼓を占うわ、えー。人狼は相方の狂人を殺すわ。さあ、どうなるでしょうかさ,さあ、これで PP はなくなります。ミスっても大丈夫です。次、村人行っても全然問題ありません。さあ、格闘ゲーマジンロー。 いいね、恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。シャープゲーマ、ね番、川野さんから順番にビデオ開始のみを押してお戻りください。さい僕、検索してるんで、はい、お願いします。マイクはミュートのままで大丈夫です。えー、2番、梅原さん。これ、第13回ですからね。3番、ね、流星さん。<laughs> 第13回ですからね。5番、豪一さん、ね。結構やってますから、ね。6番、孫さん。格芸魔人狼。7番、ケンジさん。8番、ガチ君。結構やってこれですからね。 9番、R、さん本日無残な死体となって発見されていた方は「ハッシュタグゴーイチ」ハッシュタグ一さんです。ゴーイチさんはビデオの停止をお願いいたします。ゴイチ仕事できず。<laughs> それでは皆様、まずはミュートの解除のみを押してください。では、2日目の話し合いを4分間で開始してください。<俺>どうぞ。ははい、はい 二人出てき、どういうしろ。二人出てきたり。あ、どうぞ。霊媒師。俺霊媒師です。あ、僕も霊媒師です。はい。えっと、ね、俺これ結構想定してたんだけど、霊媒が二人出てきた場合は。えっと、ローラーをしていくって作戦は絶対できません。どういうこと。お。霊媒をロ、ーラーをする、占いローラーをする、どちらにせよ。縄が足んなくなっちゃう。とりあえず占いの結果聞かないとしたら。 先に、どちらに行の俺最後に行きたいんですけど。あい、いの結果だけじゃないですか。じゃあ、俺から言います。はい、じゃあ。どうしようかこれ。じゃあ、ます一人うかでじゃあ、195で。195です。はい。r ええ アルちゃんが俺のラン結果クはカーノがくる。京都はア r さんがサカイセンでした r さんが白はい。えっと、レバイはレバイの結果はレバイはす。白です。ウィッさんが白。いやロがゴイさんじゃな。くゴイさんゃな。い。あ、ゴイさんやな。ああ、ゴイさんやな。ああ、ゴイさんやな。ああ、ゴイさんやな。ゴイさんやな。ゴイさんやな。え つっちゃったね、今勢いでいっちゃったね。ああ、いや、もうこれ、やってますよ。今、今、完全にだって、流れでいったじゃないですか。流れでいきましたね。立川ってちゃんといってます。インテル入って入っないかもね。やばいねでも、今ので見るんだったら、流星が川野が黒って言って、俺目線で見るんだったら、川野と賢治さんはもう、強靭以上確定なんで。 んで俺を占うんですかえっと、えっと、はっきり見えるから。これってさ、えっと、でも、河野と竜星ローラーしちゃダメなのえっと、ローラーすると、もうダメ、もう間に合わないんですよ。その、ここに狂人。が… 3人いますからね、多分。その人狼が、えっと、人狼がいなかった場合に終わるんですよ。負けちゃうんですよ。 要するに、流星が狂人だった場合に終わっちゃうってことそう、川野が死んで、流星が狂人だった場合、終わりなんで、一応、だから、えっと、グレーしかするもんないじゃん。じゃグレーから釣っていくのが一応、成着になるんじゃないから、アルさんじゃなくて、俺えでも、アルもアル、アル以外だって、全員役職出てんじゃん。いや、俺も出てんじゃん。ウさんもじゃないですか。違う違う、孫はだって、流星に占われてるじゃん。まあ、そうだね。 でも、強人がおるとして、裏の R でないのは確かに R から釣っていくのがいいのか。というか、無色なのは R だけだよ。R さん釣ってしまうと、もう無印は R だよ。R の次に、R の次に、一応、梅原か俺が、梅原俺、いや、梅原俺、R の中に人狼一人いるんですよ。 いまんあの、いや、一応、占い師、霊媒で、二つとも人狼が出てないに限って、ここに人狼が一人は絶対いるんで、そこ釣れば一応最終日には行ける。ああ、なるほど。あきあやし梅原さん、釣りません。メですかいや、あの、俺が怪しいって言ってる、お前が怪しい。逆にあ、そうですかてか、その、裏の怪し初日誰に日は、孫さんが素人。孫さん占って 黒でしたえでも河野から行った方がいいんじゃないですか<う>え占い師が占い師をい,師いやいや野から。行っっっっちちゃゃたら終わっちゃうって、うん、要するに流星が強人だったときに終わっちゃうってことは。結局その河野っつって次どうすんのって話になるわ。うん、それでは話し合いが終了となりましたさ<あ>さ。マイクのミュートをお願いいたします。ごっちゃごちゃです。さあ、お白しくなってまいりました。誰が決断できるでしょうか 三を起んといたしますので、6番、孫さんからの疑応答となります。それでは、孫さん、どなたに質問されますかはい、えー、っと、R さんかなうん。R さんはえー、っと、俺は結構もう、R 梅原の中に、うん俺の目、俺の目線から見てね、うんうん、人狼がいると思ってるんで、今まで。人狼絶対いるんですよ。うん、まあ絶対は次いい応ぎか。まあ一応その 竜、えっと、星河野の中にいない理由は竜星河野ガチ君検事の中に人狼は一人って思ってる。1> 1<人>うん。て仮,<ー>仮定した場合に、人一人,人,人っていう。で仮定した場合に、そこに一人はいるんで、そこから俺は釣っていきたいなと思ってる。え、そこっていうのはどこ占い師なのか、霊媒師なのか、俺ら三人なのか。 えっと、三人の方。三人の方から一応怪しいから。マゴ、うん、ってこと、ねね、一応いるんで、一応占い結果が出てるっていうのもあるし、うん、えっと、何も占われてない R から釣っていきたいなと俺は思ってるんだけども。うんうん、占われてる川ワに俺、白出しされてる。あ、R そうか。そうだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。確かに。 それは難しいですね。だから、えっと、状況としては、もう、霊媒か占売らない、それでは孫さん、<く>どなたに投票されるか、うん、振り出しに戻る。てうか、R さんがそこでナイトって言えば、梅原に行き、梅原に行くってことは、川野がじゃあおかしいんだってなって、流星が真んというね、そういうルートもあるんですけどね、一応。孫さん、そういう路線、もちろんた正しいわけりまちょっとごめんなさい。 正しいわけじゃないんですが。んすが悩んでいただいて結構です。いや、これ占い師から言った方がいいんかな。推理が伸び、推理が伸びる。って考えると、俺は流星信用するしかないのかな。でも、これ決め打ちパターン。流星信用します。ええー、河野で。河野さんに一票目が入ります意見書いて、ごめんなさい。では、続きまして。 7番ケンチさんどなたに質問されますか悲鳴打ちパターンですこれはまあローラーして霊媒師を決め打ち R さん霊媒師、決め打ちとって難しいはいなんでしょう先輩えっとすごくパニクってます結構ね盤面整理むずいっすこれうんであんだけ強気に言ってた孫がちょっとあの切り替えちゃったっていうところでなんか孫は白っぽいなって思ったんです僕は勝手にはい。うん。であと なんかかといってただ最初に言ってた占い師をいきなりここでやっちゃうのもどうかなと思うしむしろなんかだったら占い師より霊媒の方が俺かガチ君どっちかかなって思ったりもしたりするしなんか散らした方がいいような気がしてて俺とりあえず今川野君投票されちゃったから。 えつうか孫は、えっと、流星に白出しをされてるので、流星を真と信じるんだったら、河野に黒出ししてるんで、まあ、河野に投票するっていう考え方なんですよ。はい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 。だから、それは孫の立場なだけなんで、けんじさんけんじさんの立場で投票し,した方がいいと思います、ね。あすいいねそうか。はい。<laughs> それでは、けんじさん、どなたに投票されますかそ嘘だよな孫、白、まあ、っぽいもんな。でもな、ここでなんか行っちゃうと流れ いやーいやーごめんなさい、僕、優柔不断なんで、流星君に1票入れさせてもらっていいですか。流星さんに1票目が入ります。さあ、これがバレるか。では続きまして、一番ガチ君、どなたに質問されますか。クセクセ <laughs> えっと。山、まあ、孫さんで。 じゃあ僕の目から見るともうケンジさんは強靭状なんですよ、うん、僕が真の霊媒師で一応さっきの話で五、うんえー、一さんをしろって言ってしまったんでケンジさんが、うん、まあの流れでもうポロって言ったって可能性もあるんですけど、うん、でもちゃんと自分が霊媒師っていうのだったら、うん、多分ちゃんと立川が霊媒師って言われたことを言うと思うんですよ、うん、まあそうだね、れるようなことでここを2人仮にローラーするんだったらケンジさんを えっと、ローラーがもうできないから。あ、できんですかうん、そう、ローラー自体はもうできないから、もう怪しいやつ行くしかないのかなって思ってる。で,で今日仮に川の行ったとして、明日はケンジさんに僕は入れます。まあ、ガチ君はね、そうだ。で、そうなった場合も、えー、っと、黒が川の出とるけえ。え、待ってく、川の黒って言われたんか流星あ川の黒、うん。 まあ俺は偽物でそんだけ度胸のあることはできないと、リュウは思ってる。うん,うん。俺は結構怪しいのは、川野梅さん、ケンジさんあたりは怪しいなと思う。それでは、ガチ君、どなたに投票されますかあ、川野でお願いします。川野さんに2票目が入ります。では続きまして、9番、R さん、どなたにガチ君、この投票はいいですね。ケンジさんと違う方に入れるという。川野でお願いします。 すみませんこれ、僕の話す時間にしても分かったりします。<え> R さんを説得できる最後のあれ<え>い。ああ、い,いよ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 いやいよ。しゃ喋っていいよ。はい、あの俺って、<ー>でも俺このゲームって、占い師占い占い師が占い師占って意味ないと思ってるんですよ。俺だから、とりあえず流星さん以外と、うん、あと立川さんなんか白っぽそうだったんで、それ以外の人占おうと思ってて、うん、とりあえずさっき投票1個もなかった R さん占ったんですけど、うんうんうん これって占い師になっってた方がよかったがかか、ね、んすね俺やまあ結局基本的に意味ないと思うんだ白が出ても強人かもしんないしって、はい、ただ占い師で黒って出すのがすごいリスキーだけど何も情報がない時はそこに頼るとか孫の場合は孫は白出しされてるからそこに頼るっていう考え方だと思うのね。 はいだからみんな情報がないからそこにすがってるっていう状況でカーノに2本入っちゃってるけど、あ<ー>なんか俺はそれは結構リスキーだと思うんだよね。だからカーノには入れないよ。あーどうぞりがとうございます。竜星さん、さすがに勉強してるからそこらへん分かってそうそれでは R さん、どなたに投票されますか <laughs> ちょっとしたえっと私はえ確定的な理由はないですけど、これはメタ的なえ理由で、ケンさんに入れます。 ケンジさんに一票目が入ります、はい、直感的に怪しい気がしましたさすが続きまして川野さんどなたに質問されますかまあう梅原さんはいもうこれって多分ほぼ俺確定なんですよ あのー、俺が釣られちゃうってことは確定なんですよ。もう流星さんが俺に入れれるんで。ああ、はいはいはい。あ流星まだあるのか。ただまあ、その、さっき俺が R さんと話してたことのもう意図を考えてほしいです、<laughs> ほんまに。意図っていうか。まあ、えっと、それはまあ、セオリーの話だから、えっと、だから人狼じゃないっていうことではないと思うんだけど。ああはい。そうそう,そうだから、えっと、ただ、えー、っとね、俺実は最初の孫の説、結構あよかったなと思ってて。 俺と孫と R の3人の中に人狼がいるからその中から釣るっていう話。で確かに俺,と俺か孫か R 人狼なのよ。で<ー>4分の1よりは3分の1の方が確率高いから強いなとは思うんだけどまあ反面 4, 4分の2で強人も釣れるからこっちは。どっちがいいのかっていうのは俺は分かんないんだけどただこの3分の1の方行くと騎士が混じってるから。 占い師から選ばれ師からすべきだったんだなって。それではまあ、流星さんで。流星さんに2票目が入ります。では続きまして、梅原さん、どなたに質問されますかいいね。黒って言われても全然物落ちしてないでかわいいですねはい、どうも。孫さんのね、提案すげえ良かったなと思うんですよね。まあ、いやまた覆いしちゃったんですけど,ど。そう、申し訳ない。その R に投票がないと思っちゃって。 ところがあれってだからもうこの時点でも意味ないんだよね。川野が人狼の可能性が全然あるから、うん、R に白出ししてるとかっていうのはもはや意味なくて、だったら俺と孫と R の中に黒がいるから、うん、まあ孫目線だったら俺が R 釣るってのは全然ありだったと思う。うん、自分が騎士ならも,、うん、なもっとそこを押してもよかったかもしれない。俺、ただの村人だから、棋けでも何でもないから、もう何つうんだろう。<laughs> けちゃった 別に、この3人の中からっていうか、その釣られる対象、例えば、あれは俺とあるっていう感じで釣られても全然良かったんだけど、そうなんだよね。でどうするなんか、一応、流星に入れれば決選投票っぽくなるんだけど、<で>俺流星に入れないと、多分カーノが釣られて終わり。一応、まあ、決選聞いてもいいんじゃないかなとは思う、うん、そうだよね。一応ね、一応。なんか、<は>無条件で片方の占い師が釣られるのはちょっともったいないからって気がする。そうだねうん それでは、梅原さん、いいね、いいどなたに投票されますか流星で。流星さんに3票目が入りますでは、続きまして、3番、流星さん、どなたに質問されますかうーん、梅原さんで。はい。え、でも、先に黒判定されたカーのつるっていうのはダメなんですか決選投票にする理由っていうのは。あ、えっ、ー、と、同じなんだよ、ね、だか,かばってるように見えて。 あい一緒のことあの川野釣るんだったら流星も釣るしうん、うん、ただまあえっ、ー、と一応川野釣るメリットの方がまあ大きいのかもねでも一応話聞いてみたいなと思って <laughs> 二人の話ですか、うん、ど,ど,どっちかっつったら川野釣るべきだと思うけどえじゃあ川野に入れるべきじゃないですかえー、だから大したその差がない、うん、その俺の段階で川野に確定させてしまうほどの、あのー、根拠はないだからもう一回話を聞いて より黒い方に入れる。けど、カーノに入れた方がいいとは思ってる、今の時点ではね。ちなみに、俺が次占うんだったら、うん、誰占ってほしいとかあります梅原さん的に。俺の目から見てってことそうそう、この盤面だったら。うーん。言わない方がいいですね、本来は。R かな ?R さん,、うん。俺ちょっと黒,黒く見えるね。うん、それでは、流星さん、どなたに投票されますかカーノで。 河野さんに3票目が入ります。それではマイクロミュートお願いいたします。<laughs> それでは投票の結果、本日は川野さん、竜星さんの決選投票となりました。それでは投票順番になりまして川野さんから弁明を行っていただきます。それでは川野さん、弁明をお願いいたします。ちょっと考えていいですか弁明を。 さんってなんで今 r さんを占ってほしいって言ったんかなって俺今思ってそれってだって俺 r さんしろって言ってるのにそれを行くっていうのは何かなんだろうちょっと動きが強人っぽいなあいいよ川のこれいいでなんやろ遅延っていうか <laughs> ね、ちょっとそれだけ思いました。でも、なんか俺、ここでなんかどんだけ、なんだろう、弁明してもなんか俺みたいな感じになってるんで、もうなんか特にあんまないんですけど、ちょっと梅原さん怪しいのかもな今考察してるのはそっとだから、でも自分の資料りです。で、まあ、俺の中で流星さんはもう確定なんで、自分の資料先ですよ。まあ、流星さん、梅原さん、どっちかが強人で、どっちか人狼じゃないのかなって思いました。それだけです。はい。 川のかなりいいです、ね、それでは続いて、竜星さん、これはまあまあ、本当お願いいたします。すげえ、人読みだと思うんですけど、全く役職の語りとかできなそうなやつが、いきなり新占い師名乗ってるんですよ、そこはみんなに信じてほしい。あと、川野をちょっとかばおうとしてる梅原さんと孫さんあたりもちょっと怪しいのかなって。 って思ってます以上で弱いね弱いねそれではお二人の弁明がおりましたのでますから、ね、投票10本日の投票10番と同じです六番はまごさんからの投票となりますがます、ね、投票は名前だけ投票ですこれ多分りゅうせ負けで,す、ね、はできませんのでお気を付けくださいそれではまごさんどちらに投票なさいますか川野川野さんに一票目が入ります七番ケンジさんりゅうせいりゅうせいさんに一票目が入ります 八番ガチくん。野河野さんに二票目が入ります。九番アール三。マイクのミート解除お願いします。流星。流星さんに二票目が入ります。二番梅原さん。あ、すみません、今二二ですか。はい、二二です。あ、じゃ、河野で。河野さんに三票目が入ります。 投票の結果、本日処刑されるのは川野さんです。では川野さん、最後に遺言をお願いいたします。多分、俺の中で梅原さん、怪しいと思います。それいいです。以上です。バイバイ。それでは川野さんが処刑されたりもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存者た皆様はビデオの停止をお願いいたします。 えゅとせ星とガチ君が黒田ということまで言ってるとそれでは皆様おやすみなさいませいい、ね、ただり星がね孫に対しておかしいって言ったのはみんな誰も拾ってないですねみんなの思考がちょっと止まってますもうちょっと12時超えちゃったんで疲れてる可能性がありますね <laughs> しかも今日みんなね TOP で朝から、ね、ゲームやってたんでそれでは能力者の方を起こしてまいりますこれは どうなるかなさあ、ケンジさんの一人の決断見たいですね。ケンジさんの決断見れますよ、でも、そう、でもね。では、竜星さん、本日、どなたの正体を確認なさいますか梅さんで。では、本日は梅原さんの正体をお伝えいたします。はい、梅原さんの正体は、人狼ではありませんでした。はい、わかりました。 それではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします目原占った続きまして霊媒師の方を起こしてまいります白角ですね目原白角霊媒師の方はビデオの返しマイクのミュート解除をお願いいたします占たか本日処刑された川野さんの正体を伝えいたしますリズはちゃんと考えてますね川野さんの正体は人狼ですはい。えー <laughs> それではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします <laughs> ガチ君いいね楽しんでるねいいね続きまして騎士の方を起こしてまいりますさありゅうちゃんどこ守る騎士の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますあんまごしかねえかなくー それでは R さん、本日どなたをごえなさいますか私ね、多分ん、岸の時が一番困ってますね。あのー、孫さんでじゃあ。うん、あそれしかないよな。では、本日、孫さんをごえいたします。ワンチャン守ってうれし,嬉しいくらいな。はい。かしこまりました。ぶっちゃけあまり意味はないけど。 では人狼の方を起こして参りますさあケンジさんどうするケンジさんどういうケンジさんするんだろうなケンさんどうするんだろうなケンジさん味方がいませんしかも自分語っちゃってますそれでは人狼のケンジさんのみビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますどうするんだろうな それでは30秒間終了で,です。ただし、カウンさんは死亡しているため相談することはできません。なんかあでは30秒開始です。株大暴落？株大暴落のなんかニュース見たカッチ君んだろ<俺>買ったばっかの株があるでしょ流星チクんだらやばい,よ、ね、いやー、これは。<laughs> 孫さんで。 孫さんでお願いしますでは本日は孫さんを襲撃いたします、はい、ではビデオの静止マイクのミュートをお願いいたしますちょっと待ってくださいそれではします。講師終了いたしましたので皆さんおにまえ,詰んでるえまだ積んでないんじゃない積んだん人数俺ちょっと覚えてればえ今7人いたでしょ で今恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました人し人し 2>, 2番<や> 2> 梅原さんからビデオの開始のみをしてお戻りください3番流星さん、えー、5番,あ5番失礼6番孫さんですね六番孫さんあみか7番ケンジさん8番ガチ君いや霊媒師は2択でしょ<あ>まだまだ霊媒師は2択じゃない以上6名生存です だって流星とガチ君と本日無残な死体となって発見されていた方は結果的にほぼ積みじゃ二択でしょいらっしゃいませんまだ二択でしょそれでは皆様ビジョンのマイクの願いいたします。流星釣ってガチ君とケンジの二択でしょそれでは三日目の話し合いをケンジまだ勝てるぞ占いと霊媒どっちからにしますそれあえ神 GJ じゃないですかこれ神ですねあ霊媒 まず、霊媒から欲しいですね。はい。あの、川野の霊媒からでいいですか。はい、霊媒からで。はい、黒です。黒です。カ川野は黒でいいのね。川野は黒。いうことは人狼はもう一人。ということは、流星は新占い師ってことだね。とことだね。ではこれは、梅さんを占って、失礼した。はい。 目原しろ、目原しろ。それだけは。あ、アルサイが待って怪しいなちなみにあのごめんなさい。俺聞き逃してたんですけど、えっと決戦投票の時の投票して、ちょっともう一回言ってもらっても大丈夫ですか？あ、わかるよ。はい。えっとね、えっとカードに入れたのは俺と孫とガチくん。うん、ガチくんね、はいはいはい。俺とケンジさんが流星に入れた。はいはいはい。なのでえっと俺と孫とガチくんは 消えまますすここれでるがななくり候だから、まあ、ケンジ R になっちゃうかな。まあ、ケンジさんが、この中だったら、俺先に入れたいんですよ。まあ、立場的にそうだろうね。霊売の件が立場っていうのは。えっと、これ多分、孫さん、騎士だったら騎士って言った方がいい気がするな。 え士の人。これちょっと言った方がいいのかどうか。えっと、ちょっと何でかって言って説明していいですか。えっと、俺、白確定したじゃないですか。新占い師に占われて。で、えっと、孫さんもし騎士だったら、3人の中に確実に人狼がいるって話になってたんで、残りの3人のうちの1人のアナさん人狼になっちゃうんですよ。確かに騎士使用した方がいいわ、これ。騎士です。ですよね。だったらもうこれ、勝ちす。はい。勝ち隠す。はい。 じゃあ、えっと…ケンジで終わりですえあ、ごめん、ごめん、ごめんえっと…ケンちゃんじゃないのえ、ちょっと待って R! いや、え、孫は何なの俺は…市民です守ったでしょ孫さん序盤で判定で…孫さんは市民確定ですなぜなら白出ましたなぜなら私…えー、守りました孫さんは守ったのあ、俺守ったんだまあ俺かあれちょっと待って、じゃあ狂人どこにいるの狂人はえ、っていうことは梅原が黒ってことになるよ いやいやいや、ケンジさんは梅さんが来るでしょ。俺、ケンジ。だから、梅原、梅原、ケンジ。おお。あ、そういうことまあ、ていうか、とりあえず、ケンジ吊るしかないよね、この状況。いや、ちょっと待って。とりあえず、ケンジだと思う。あ、そうだね。とりあえず、ケンジだね。とりあえず、ケンジだと思う。ケンジ、R の順じゃな次。そうだね。これは、岸、固いの可能性あるから。 まあままいいけどそれいいけ一応対抗が欲しいいるんだったらってぐらいいないんだったら R をしんとみたいそれでは対抗出た瞬間その二人対抗出た瞬間対抗出た瞬間そいつらロールでいいんじゃないですか対抗出ないっすよそれでは本日は襲撃者いらっしゃいませんでしたので前日に処刑された片場て川野さんからの順番とまだいける 剣士刀を。梅原さんからの質疑応答です。では梅原さん。戦うんだ。されますか。その竹槍で戦車に突っ込め。孫さんで。はい。え、剣士 R ツーでかなり強いよね。まあもちろん投票がすべてじゃないけど。うん。なんで剣士が。投票がすべてではないけど。うん。投票を基準に考えるんだったら。まあ剣士は濃厚すぎてさすがに切っておきたい。<laughs> あのないね、検であそこで流星を押す理由が、あてか、流星を釣りたい理由が、そんなに俺はよく分かんないから、理由はどっちでもいいんだけど、結果として、そうだねえっと黒の人に投票しなかったっていう事実があるから、まあそう確かにそうそうそう。あるか、検事が黒の可能性はめちゃめちゃ高い。だからが黒黒で もししかたらら終わるくい俺はね、正直言うと、それは可能性低いなと思ってて、ケンジか R が強人だと思ってる。いや、俺、士がいるんだったら、いや、士がもう、士が、五一が士だったんじゃないのと思ってる。で、今、GJ 起きたじゃん。あ、そっか、ごめん。ごめん、ごめん、あめん、ごめんなさい。ケンジで終わりです。あれじゃだ強人、五一だ。五一強人か。 あ、すみません、あ、じゃあケンで、すみません、勘違いしました。ケン,ケンジさんに1秒目が入ります。まケンジ続きまして、三番、流星さん。悪力がなくなっても持つんだ口でくわえろ武器をケンジさん。下行きないたはい。あ、お疲れ様でしたね。テーカー、はじめまして。あしてはじ、い、めまして、よろしくお願いします。さっき、はい。優柔不断で悩んだ結果、 <laughs> 俺に票を入れたと思うんですけど。<laughs> はいはいはい、はい、はい。あれってどういう理由だったんですか。いやもうあのー、単純にこう,何ていうのなんていうの。五<こ>、はい、人いたからそのこうなんていうの交互にやってって最後の人に委ねたか委ねたかったっていうの。<laughs> 俺があそこで多分川野くんに入れちゃうともうなんか川野くんに体制が決まっちゃうから怖くて。<laughs> 体制決まんのってダメなんですか。で占い師は黒って言ってるんですよ。 とりあえずでその怪しいやつするっていうのを結構。あそれはそう、あの、流星君が占い師で、本ちゃんっていうところの視点からだからそうなると思うんだけど、俺からしてみると、はい、どっちが本物の占い師かわからないから、うん、そっちに寄っちゃうと、いいですね、なんか、俺にまた後で疑いが向けられるんじゃないかっていう。今、疑いが。あううん、まあ、今、疑われてるんだね。<laughs> それでは、りゅうせいさん、どなたに投票されますか?。つ <laughs> んでる。けんじさんで。りゅうはしょうがないす。分かった。表明が入ります。じゃ、続きまして、六番、孫さん、どなたに質問されますか?。まあやれば。分かるさんで。やって、分かんなかったら、やばい。はい、あるです。ええー、あさん。騎士なんですよね。はい、回ええ、一日目の守りは。一日目の守りはね。うん、ええ、と、ごめん、誰だっけ。 えっと、占い師じゃないな。あ、ごめん、俺頭おかしくな梅原梅原、梅原、あえて梅原行ったんだ。うん。そう。梅原ね。梅原行きました。で、2日目が俺。うん。2日目、えー、川野の対抗の、流星を守ろうかと思ったけど、うん、えーっと、その結果、川野の結果を聞いてから3日目に流星を守ろうと思ったから、うん。えー、そこよりも、梅原か孫で、どっちかで俺、孫に行った。うんうん でなるほど、オッケーです。えっ、ー、と、岸、はい、CEO を知って、R が本物の確定した場合に、ああえー、もう勝ち格なんで、岸残ってるのも確定なんですよ。うんうん、なので、岸、え、CEO、ー、CO を、うん、他の人、岸だった場合、言ってください。俺はそれだけです。はいはい、それでは、孫さん、どなたに投票されますかえー、検事で。検事さんに3票目が入ります。さんリーチ 7番、ケンジさん、どれだけんポーンさケンジさん、リーチ,ケン,んリーチケンジさん、やっとターン来たぜ排水の陣で行けケンジよ進むんだえ1 2,、2、3… えっと…ああそっか、じゃあ、えっと、R さんでお願いしますはい、R です ともう、あれだよね、俺、釣られるか、あと、決戦,決戦投票にギリギリ行けるかどうかっていう話であって、うんいいね、対抗のガチ君いるんだよで、まあ、俺的にもう、ガチ君行くしかない。まあ、そうですよね、霊媒の対抗だから、ね。霊媒の対抗だからだし、うん、まあ、こんだけみんな、あの、新占い師いて、で、守られた人がいて、うん。うん ちなみにケンさんのケンさんって何なんですか俺村人えもう終終わわりりだだよよはい霊媒師の村人なんですね。霊媒師の村人です。インテラ入ってましたね。おお、入ってるよ、入ってる、入ってる。入ってる。ウード95が入ってる。95がもうええわ。ありがとうございます。 俺 <laughs> <laughs> 俺に入れてくださいケさん。ケンさんに4票目が入ります。<laughs> じゃ続きまして8番ガチ君、どなたに投票,自分投票なしなのに入、はい、っち、えー、ゃったとりあえず、アルさんで。あはい、いやあ<ー>やばい、ワープロみたいなやついましたね。<laughs> <laughs> ーあのー、フロッピーディスクなんだ、ごめん。いやーそうワープロじゃなくて。うん すごいなすごいだろうすいやてか R さんも今のグッジョブでしたねだいぶ。いやそうだね。あ,<ー>あえて聞いてみたんだけどやっぱり出たわ。出ましたね。あ<ー>やっぱボール出たな。まあさすがにえこれって強人折ったとしても黒2人連れた時点で勝ちっすよね。うん、そう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 。だから多分五ち君なったんじゃない何もしないで死んでった可能性あっこれなんで人狼が孫さんを言ったんかっていうのも結構気になってったんですけど。 今日でしょ二日目でしょ今日二日目。なんか人狼の目から見て、あれだったんですかねあの三人一応タクとしては梅さん、孫さん、アルさんの中で、孫さん行ったけど、ちょっと。早くしてくれ。早くそうだね。ケンジさん。でも、で多分ケンジさん黒だと思うんで。まあ人狼側も相当アホだったんじゃないそれではガチ君、どなたに投票されますかケンジさんにお願いします。 ケンジさんにご表明が入ります。それでは9番、R さん、どなたに質問されますか早くしてあげてくれ。まだ質問っているんですかね、これ。<laughs> ケンジさんにじゃあ。 解釈したんですか何ですか,かい言いたいことありますかあ以上今、ガチ君がガチ君の質問に答えます。<laughs> はい、ガチ君の質問に答えます。まず、ガチ君を噛んじゃったら、確実に俺が疑われるじゃないですか。で、R さんはそのさっきメタだけどって言って、一票俺に入れたじゃないですか。だから、R さん噛んじゃうとその、リスクを排除してるっていう なるほど。可能性で俺が疑われるじゃないですか。はい。うん、まあ確かに。うん、で、ろびになります、ね。うん、そう。龍星くん噛んでも、うん、結局川野くん噛まれた後、流星くん噛んだって言ったら、流星くんを本物にするっていう、そうですね。証明になっちゃう。はい。かなって思って。え、じゃあなんで今日の霊媒の結果で、えっ、ー、と川野黒って言ったんですか。そう、白って今 あ,あいやそこはその占いに信憑性を持たせようと思っただけですえっ流星かんで川の城っていう言われたじゃないですかそれでは R さんとうか星はカメラですはい、流星カメラです <laughs> ケンジさんでお願いします <laughs> ケンジさんに6票目が入ります <laughs> というの結果本日処刑されるのはケンジさんですそれでは遺言をお願いいたしますいや何もないですあのやらかしました完全に <laughs> 僕が悪いですすいませんでした 市民陣営の勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。え、立川教授か。そうです立川か、51どっちか。まずは、まずは皆さん、メディアの開始でして戻ってください。では、僕の方からですね、役職の発表させていただきます。やりました。じゃまず、人狼2匹が川野さんとケンジさん、この二人です。そして、占い師が流星さんが占い師。 そして霊媒師、河内君そして棋士、R さん。そして狂人の方。メガネ。白くてごめんなさい、僕です。河いさんが強人でした。白くてごめんなさい。か、何もなかったね。生意気さんが。5日目行こうかなと思ったら噛まれて、ちょっと、って思いました。ごめーん、ごめん。いや、でもさ鋭すぎて怖かった。あか占いと霊媒師が黒黒で出るっていうパターン、結構新しいね。 そうですね。いや、なんかもう最初から決めてたんですよね、もうだから俺とマモアー R の中に黒いなかったんだ。いなかった。だから最終的にいないっていうスリになっちゃって。だからあれ、棋士 CO を促したっていうか、ちゃんとしてくれたのはすごいやっぱ助かった。あれなければ結構、ワンツあるなと思ってたんですけど。ゲーム連続でがやらかしてんだよね多分今回あから、人狼が多分超絶不利、毎回。 教授ってなめてたけどやっぱすげえ大事な役職なんだな思ってたもね。俺今回最後の最後まで川野君に投票されるまで梅原狂人だと思ってたもん。いや俺もそう思ってました。あえて梅さん疑ってなんか捨てようと思ってたんですけど。あ俺が狂人ってことそう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 。逆にあえて梅さん疑ってたす。え川野はさ俺が狂人だと思ったから占いで俺をしろって言ったそうだったんだ。 そうそうそう、巨人っぽいけど、みたいな感じ。いや、俺、どっちか巨人なんだろうなと思った。その分かんないけど、白塗りしに行くっていう、そんな感じはしたよね。いや、ケンジさん、本当に最高でした、本当に今日もね。やっち最高でした。かわいいな。いや、あのキーディスクですよ、僕は。ちゃんとこっちで考えてたんですよ。あれ これ、孫に守られたら罪じゃないかって考えてたんですけど、実は罪じゃなかったんですよまだギリギリあったんですよ。あ、そうなんですかはい、それを、ケンジさんが、河野、うんはい、何だったって言った瞬間に、<laughs> ガチ君と一緒に黒って言った瞬間にツんで、すげえ面白かったです。みません。そうだよな。そこでやっぱ白って言ったら、黒って言っちゃったら、そうで然あれで白って言えば、流星を、えっと、連れて、わかんない。流星がどこかどうかわかんないんで、で、ケンジさんとガチ君の二択でしたけど、でも、ケンジさんそこで黒って言ったから最高でした。もう、あのありがとう死んでも生き延びなきゃいけないと最高でした。 え梅原さんあの、笑っとったのは全然違ったんですよ。すみませんでした。あれ、ガち身内で確かに。マジで違うやつ使うよ。めっちゃ怪しいと思いました、ね。いや、俺もそうだと思いましたマジで関係ないことで笑っちゃったんだなと思って。 あと、なんか俺、R のさ、1日目誰守ったんですかっつって、すげえ迷ったげく、あ、こいつ、え、違うんかなって思ったけど、メモ見てるような感じがして、メモ見てから、あ、梅原ですって言ったから、ああ、まあまあ、本物マ人しかいなかったから、それはもう覚醒でしたよね。あれギギリリでもさ、これ、CEO をさ、自分から名乗るのがすごい俺、リスキーだと思って、すごい言いたかったの、俺、グッジョブ出たあの状況で、俺の、俺的にはもうここで CEO して、 有利だだと思ってんだけど、うん、ただ周りから CO した方がいいんじゃないっていう声が出てから CO しないと俺なんか疑われそうな気がして立川が一応それで疑われちゃったってのもあったから、うん、でもあそこの場面は CO 結構安定かだからそのゲームがロ、うん、って言っ,ったし、うんうよね、もうその今、うん、まあ今日実際は狂人があんだかにいなかったけどぱっ、うん、と見はもう狂人も人狼も出尽くしてるように見えてたからうん、うん で、しかも、俺の対抗のケンジさんと俺っていう二択だったから、うん、もう絶対これ使用した方がいいだろうと思ってたんだけど、うん、それでもね、自分から言うのはなんか、怪しまれそうだなと思って。釣ら、ね、れそうっすよね、自分から言うん。もうなんか、川の釣りがうまくいったから勝ってましたけど、うん、最初俺釣られちゃったの多分あんまなかったっすね。 いや難しかった、うん、あそこで。多分あれだと、うん、もう本当、運営を続けなきゃいけなくなっちゃってたから、多分このルールだったら、9人だったら、うん、もう、占い師2人しかいないなら、もう、なんすか、2人ともやる方が良かったんでしょうん。いや、そこ、結構難しいよね。あの、霊媒が2人いたのは、すげえ強いなってやっぱ思ったわ。最初に霊媒が出る、もしくは占い師潰すどっちかだったんですわ。うん、俺がら知ったらもう本当にしかなかかなったからあれはもう <laughs> 運が良かったと思います。川のやって当たったのがそうだから立川が言ったじゃないですか。うん、市民だから死んでいいっていうのは実は間違いです、はい。そうそうっすよね。だめっちゃダメだったなって、うん、死んでからわかりました、ね。うんだから市民。 だから、心配っていいっていのはちょっと微妙だと思うな。ずっとそれをやっていかなきゃいけなくなるけじゃないですか。うん、結局リ最後まで。いや、でもね、あの状況は難しかった。なぜなら、占い師を初日に、えー、釣りに行くのは、もうゲームが偏るからっていう話の流れになってたから、あ,<ー>あそこで、生殺予奪をもらった俺が、そこで占い行ったら、うんうん、やっぱ相当疑われたと思う。最近、鬼滅の刃見ました最近見ましたよね、多分。うん、え、なんで いやそ,そのちなみに「鬼滅」そんなにちゃんと読んでない、うんはい

あそこ結構やっぱ難かったなその22でさ占い師でああ難かったねで結果的にさその市民側っていうかさグレーゾーンの中になかったじゃんうんだから負けてた可能性全然あったないや全然あったああてうかかなり負けるんだろうなって思って見ちゃってましたいやだからグッジョブ起きたのが奇跡だと思ってるもん確かにあれは神グッジョブなんだけどその前にその占いの全くない R に俺は行きたかったなと思ったんだけど行ってたから だからもうちょっと運ゲーっていうか自分の白出ししてくれた竜星を信じるしかないなぐらいな感じであそうだよねちなみに俺あの川野と流星2択になった時にケンジさんが龍星に入れた後俺だったんだ、うん、で俺が龍星にいれば22になりますっていう状況で俺初め川野って言ったのね、うん、でもその時ミュートだったから坂野さんに「ミュート解除してください」って言われて「ミュート解除して龍星」って言ってたからね俺、うん 俺が川野にとどめを刺すとやばいと思ってあ危なかったね危なかっただけど結果流星に入れたやつが最終的に疑われる流れになったじゃん俺と健ンさんでうんうんまあ結基やっぱそうなったねいやもうなんか自動音楽でやばかったんだなと思ったわ後でお姉さんに一言言いたかったのはあ消えちゃった俺最後までなんか強人って疑われてましたけど最後までっていうか最後聞いたら 俺が巨人ってたらさすがになんか役職言いますわやっぱりあのまま死ななくないですか、うん、巨人は多分まああのいやお前潜伏で死ぬパターン全然あったからあ,あまあまあ俺潜伏好きなんでね潜伏好きじゃん<ー>まあでも、ね、巨人は何もしないで死んだんだろうなっていうのはもう確定だなっていうあの患者とそうだったかもしれないですただ、うん、ガチ君があの、うん、ガチ君もケンジさんも全然村顔じゃなかった可能性もまだありましたけどねゴイチさんが霊媒で、うん、そう なんか白く死にすぎてなんか周り結構テンパってたなと思ったうん、うん、いやそりゃあ、うん、でもさ霊媒がすでに死んでるパターンも一応あるからそうそうそうだ俺そっちかなと思ってたんですけど五一、うん、さんでも一応その立川が霊、まあ、自分村人なんでっつってて五一うん、うん、が一応霊媒のパターンいやでもどうなんだろうな五一君あれですか霊媒で出る,と出る予定だったんですね そうして、もし二人とか出たら、あの僕が人狼予想かなと思ってたんですけど。どどそうじゃなかったら、もうそのまま霊媒で出る予定だったんですか。か、うんうん、賢,賢い、賢い。いやー、前回が、前回さっきの回が鋭すぎたから。うん、なんかうん、うん、もう俺と川野くんだから、すぐ読まれちゃうんじゃないかと思って。怖かったんですよね。<laughs> そ,うそう、そ<や>を噛んでしまったっていう、ね。<laughs> 前回の回は鋭かったのもあると思うんだけど。わかりやすかっただけ。 そうっすね。うん、<対>まあ、君が言うことじゃないけど。ええ。そう、気が。これ。これ言わしてもらうけど。<laughs> 俺 <laughs> 結構詰んでたから。<laughs> <laughs> 言言言うううて、てんから。そのっっききです。すまお前始たなこれ。カウンターごいっすねね。今いや、今回でも俺もやらかしたから全然言えないんだけど、それはもちろんね。いや、本当に最後の最後まで梅原が強靭だと思ってたもん。いや、思っちゃいますね、あれはね。うん、思ったっすね。で、流星に入れてこれで終わりじゃんって思ってたのに、川野とか言い出すから、こいつ何言ってんだと思ってさ。 <laughs> うん、あそう梅原はなんでその時河野に入れたんですか<ん>梅原はんであの時に河野に決めた ?22 の時に。竜星はあ最,後最後ね。そう、河野はさ、一応梅原のことを自分の城崎を怪しいとは言ったけど、強靭、うんまあ、あるって言ったで、竜星に関しては孫が怪しいって言った孫、人狼あるって言っちゃったんね、間,間違いで自分の城崎を。<laughs> うん、なのに川野に入れた何かあったそれなん何かあれがえっとねなんか俺まだ強人が残ってると思ってて川野がうん、うん、あの強、ー、人と人狼二人がいると思ってて、うん、でだからもうその占い先ってもう全く意味ないんだなって思ってなるほどねはいはいじゃあ戻っててだったんだ,そうだから R も別にな,なんかも誰も彼も別に白がいない状況だったなと思って。 確かにか、まあ、そうね。うん、嘘つかれて負けるなら流星さんの方がいいってことですね。買うのに負けるのは尺すごうんっていうあいや、なんかね、<laughs> あんまりちゃんと考えてなかったけど、ただまあなんか、あ,<ー>あの、うん、一応黒って言ってるから、まあ、そっときゃいいのかなっていう。で、違ったらまあ流星。あまあまあ、確かに黒って言ってましたもんね。ん黒っていう、うん、いうまあ、その、占い先として正しいかどうかは置いといて、うん、黒で。 言った人は結構つっていいと思うんだよね、占い師が。それに対して川野で言ってることが、占う理由ありますしか言ってなかったですからね。そう、だから、ちょっと、あの、そのプレイングに対する、川野、もうちょっと強めに言えばよかったのにね。確かにそうかも。先輩なんですよ突然、言いづらかった。 言えあな,、ね、なるほどね。大砲だ,だからさ、まあね、た、あの、以上っていうのは分かってるから、占う必要なくないとか、そんいろいろ言えたと思うんだけど。いや、ただ、その、なんか、結局、どんなに言っても、でも、その、初心者、 ムーブでカわされそうやな。確かにまあまあブガルガたから確かに。カワのはすげえ俺頑張ってたと思うけどね。頑張ったよ。だから多分俺二人目俺最初から行こうって決めてたんですけど、ちょっと流星さんの信憑性がやばすぎて行こうか悩んでるけど、まあそうだね。あれあそこ止めれたら良かったかもしれないけど、最初に打ち合わせしちゃってたからね。もう行けって。信ぴ信憑性えぐかったっすもん。えぐかった。えぐかった。これはえぐい時期じゃないと思った。分かりました。じゃあそれを踏まえて じゃ、ラスト、第三戦、皆さん、よろしくお願いします。はい、お願い,ういます。最後一戦、疲れて思いますが、頑張ってください、よろしくお願いします。それでは、坂かさん、お願いします。 それでは皆様、三戦目もよろしくお願いいたします。さあ、三<様>戦ラスト。ーート皆さんも視聴者さんもね、ちょっと疲れてると思いますが、最後、一戦、お付き合いいただければと思います。それでは、えー、早速、始めて最後はねあの、僕のところで見ていただいてもいいですし、最後、皆さん、いろ<様>ん,んなところで各視点、プレイヤー視点でね、あの非公開で、役職非公開でやっておりますので、そちらもご覧いただければと思います。